毎日ポジティブ332回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地でございます。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、昨日からポジティブウーバースタートしました。どういうものかといったら、目の前のですね、超繁盛店の名屋商のお料理がポジティブ豊かで食べれるというですね、それも正規の金額で食べれるというですね、そういう企画をですね、考えて昨日初の実施日になりました。じゃあ実際注文されたかといったら、一件注文いただきました。ありがとうございます塩ラーメンとパイつけ麺のですね、2つを頼んでくれた方がいて、すごく喜んでくれてですね、あ、これ完璧に良かったなと本当に思っております。で、その方がなぜ来たかといったら、僕がですね、あげた Facebook で、あ、なんかポジティブウーバーとか面白い企画やってるねみたいな、面白そうだから行ってみるかって言って、昨日4名様来てくれて、お会計もですね、1万4000ぐらい使ってくれてですね、そうやって何かアクションしたら結果としてこう返ってくるというのをですね、改めて感じました昨日は。でもうお客さんも嬉しいし、僕も嬉しいし、メイヤーショーもね、少し微々たるものかもしれないですけど、売り上げになって嬉しい人、もう3つのウィンがですね、昨日はまさに重なった瞬間でございました。非常に昨日もですね、忙しくさせていただいてですね、もう本当に感謝ですね。こういうコロナウイルスの影響で、大打撃をですね、食らっている飲食店いっぱいある中で、来てくれてる方がいるというのはですね、本当に、これも感謝すべきことですし、まあ、これからもね、ポジティブ居酒屋、コロナウイルス、っていうものに対してですね、ポジティブに考えて行動することで解決策を見出してですね、売り上げをなんとか下げないようにですね、この店潰さないように頑張っていきたいなと考えております。いや、ついさっきね、ニュースでびっくりしました。選抜の高校野球がですね、中止になりましたね。まあ、コロナウイルスの影響ですよ。もうイベントもほとんど中止ですね。で、何か日本酒のね、集まりがあるみたいな、それに行くんだって楽しみにしてた常連のお客様も、結局その会がですね、コロナウイルスの影響で中止になったとか、みんなのね、楽しみをね、今どんどんイベントが中止になることによって、暗くね、悲しませてると。僕もやっぱり心痛いですよ、本当に。もうね、ちょっと前までだったらね、もう東京オリンピック、これから日本の景気が良くなって、そしてね、これからさらにね、もう景気も良くなって、こうみんながね、楽しんでね、この2020年をこうものすごい活気のある年にしようみたいな雰囲気があった中での、このコロナウイルスというですね、大きな問題、まあ、専門家によれば年内いっぱいまでかかるんじゃないかという見解の方もいらっしゃいます。もうこれはね、もうどうしようもないです。こればっかりは僕の力で何かどうこうできる問題ではないので、ただそんなこと言ってね、言い訳ばっか言って行動しない、これじゃないんですね。この状況だからこそできること、チャレンジできること、やれるですね、言葉もそうだし行動もそうだし、そうやって何か変化しないと、もう生き残れない時代ですよ。僕は変化し続けたいし、このお店をですね、継続させたいし、来てくれてるお客様はですね、喜んでもらえるような仕掛けをいっぱいこれからも作っていきたいと思います。まだまだね、予断を許さない状況です。今正解っていうのは本当にないです。おのおのが何を信じてどう行動するかしかないと思うんですね。政府の言うことを 100% 鵜呑みにするのも正解かもしれないし、逆に真逆のことをすることがもしかしたら結果的に正解だったということになるのかもしれないしと。ただその中でね、思いやりだけは忘れちゃいけないなと思います。うちの店のトイレのですね、キッチンペーパーのタオルがですね、もうないんですよ。なくてですね、もう今日も2軒ぐらい回ってもなくてですね、もう今日からトイレのね、ペーパーはもうティッシュで行こうと思います。もう仕方ないです、ないんで。はい、でもティッシュでもね、拭けますからね。ちょっと薄いですけど、まあ、そうやってもう代替のものをね、やりながらもやれることあります。
ね、くよくよするのも確かにいいのかもしれない。でも違うんですよ、やっぱりね、物事はポジティブに捉えて、前向きに捉えて、できない理由、できる理由を考えて、そして笑顔で楽しむこと、これこそがですね、ポジティブだなと本当に改めて僕は思います。これからもですね、楽しんでこの状況をですね、ただ楽しむだけじゃない、ただの楽観的になるんじゃない、危機的状況も考えてこれからも行動していきたいと思います。ということで以上、毎日ポジティブ3032回目でございました。ご清聴ありがとうございます。